チャンネルこちらピックアップニュースはい。えー、まだまだ休めません。というところでね、えー、12月28日でございます。あ、29日になるかもわかりませんけども、まだまだ休めないサ々木キチャンネル。サトキとスタッフの皆さん、年末もしっかり仕事します。情報があれば、それを解説する。それが、サトザキ止めの役割。 佐々木チャンネルの役割でございます。えー、今日何がね、ピックアップニュースかっていうと、ちょっとね、ネットでバズってたので、これは解説しなきゃいけないっていうところでね、TBS で、えー、放送された、プロ野球戦力外通告っていうところのね、えー、番組で放送された内容でですね、今年までね、オリックスバファローズの、えー、海田選手、特集ね、えー、されてましたけども、NPB からのね、えー、トライアウトも受けて、連絡っていうのはね、えー、なかったですけども、放送内ではね、 えー、阪神タイガースからバッティングピッチャーでね、700万っていうところの提示を受けて、まあそれを断ってね、えー、第二の人生を。 歩んでいくというね、ところのストーリーでしたけども。えー、まあ、まずね、カイたと選手で言うとね、シーズン50試合以上もね、投げた試合もありましたし、えー、もちろんサザもね、対戦したことはありますけどね、インコースに食い込んでくるね、クロスファイアのあの真っ赤とね、球速がめちゃくちゃ速いわけじゃないんだけども、めちゃくちゃ詰まるっていうね、詰まらないように打つとファールになるっていうところでね、非常になんかね、えー、対左っていうところでしたけどもね、あの、あんまり対戦することね、えー、なかったですけども、非常に嫌な 飛び込んでくるね、あの、マッカットのクロスファイアのストレートっていうのはね、めちゃくちゃ印象的だったなっていうところもあるしね、正直ね、もうちょっと若かったらまだいけだと思う。いい球ね、え投、ー、げてるけども、もうね、年齢がっていうね、えー、ところで、まあなかなかね、難しい。 買ったと思うけどもねだからそこら辺がね多分まだ本人ね踏ん切りつかないところだと思うんだよね今年も2軍でもしっかり投げてたしねトライアウトの状況を見てでもねまだいい球を投げれてるっていうところでねまだそのできる思いもある中でね踏ん切りが、えー、本人ちょっとつかなかったのかなっていうところはあるけどもやっぱり年齢がね ちょっと来たかなっていう。あれがほんと5歳ぐらい若かったらね、まだいけるとこもあったから、だから前に佐々木がトレードに出してあげた方がいい選手の中で多分、海田選手あげてると思うんだけどね、この海田選手をもうちょっと早くね、トレードに出してあげてても、佐々木的には良かったかなっていうね、それぐらいいいポテンシャルのある選手だなっていうところはね、えー、見てて思ってましたけども、まあ、今回のね、えー、報道の中で、態度悪すぎとかね、 あるけども、リアルドキュメンタリー番組だからね、あの番組で、俺はカッコつけても逆にダメやと思うんだよね。なんか予想しくなるし、リアルな、あの、その、セカンドキャリアに向けて、もしくは、このトライアウトに向けてね、ね、えー、戦力外を受けて、そこからね、どういうふうに人生を歩んでいくのか、ね、選択していくのかっていうね、ところの、 リアルドキュメンタリーだから、予想くしたりさ、なんかこの、なんか、そう、俺はそうじゃないと思うんだよね、演出的にもね。だから、その、スタッフの人とかのコミュニケーションも多分信頼関係もあると,と思うんだよね。だからそういったところのリアルね、家の中にいるのに常に撮られててこんなんなってたら逆におかしいじゃんね。リアルをお届けするんだから、そういった面では、ちょっとね、批判、まあ多分ごく一部の人だと思うのよ。 多くの人はしないと思う。ごく一部の人。ま、あ何でも批判したい人。と思うけども、家の中のくつろぎ方は人それぞれじゃんね。その中で常にっていうね、リアルを求めてるわけだから、それに対してはあだこうだね。家の中にいる姿もね、あーだこうだ言われてもね、たまったもんじゃないよね。ビッグダディ見て、昔の。よく見てたけど、批判されんやんだからリアルをね、お届けしなきゃいけないっていうところはあると思うよ。で、その中でね、あの、バッピーがね、裏バッティングピッチャーの人を下げ済んでるみたいなこと言う人いるけど、 もう、的を外れてる。もう、プロ野球界の中だったら、バッティングピッチャー、バッピって普通に言うからね。あの、ブルペンキャッチャーほどバッキャって言うからね。バッティングキャッチャーだってするからね。だから、下げ済んでたりしない。それがもう日常、通称だから、バッピっていうね、ところが。だからそういうのをね、下げ済んでるわけでもないし、あの連絡もね、本人はやっぱり NPB に復帰を目指してたわけだから、そのプロ野球球団から連絡がね、来たらね、あ、ひょっとしたらって思う中でね、 バッティングピッッッチャーーの依頼だったっったてていいううところでねバッピかっていうバピピが嫌なんじゃなくて、リアル、選手としての復帰を目指してたわけだから、その中でのバッティングピッチャーのオファーだったわけだから、バッピカーってそれを言うやろっていう、逆にね。で、あの、まあね、そのバッティングピッチャーに700万っていうところのね、えー、提示でしたけど、まあ、これはね、札先調べでも、700万、ね、裏方さんの中では700万っていうのは、 あの、比較的、中よりも上だと思う。あのいい方だと思う。正直ね。もっと、あの、少ない人もいるし、俺の知ってる限り、えー、の平均ね、あの、日本の平均年収より下の人もね、いるから、そういった面では、まあ、いい方だと思うけども、金額じゃ、ないのよ。多分あれね、500万でね、選手だったとしてもね、多分それね、受けてると思う。だからそこがね、 まあ本人も言ってたけどね、これまで打たれないようにね、投げたのを打たせるようにってね、イメージ湧かないっていうところもあるし、でね、ここでね,でね、目先のことを考えたらってね、本人も言ったけど、まさにそれなんだよ。も俺はもうずっと言ってるけども、引退してユニホームを着て残る、チームに残るのが、ヒエラルキーの中でトップっていう認識は、もうやめた方がいいね。 なんかもう、それが大成功みたいな感じになるから、需要より供給の方が上回って、どんどん待遇が悪くなっていくのよ。コーチにしてもそうだしね。監督でも昔、ほぼほぼみんな1億円も,はもらってたと思うけど、最近ほんと6000万とか普通にあるからね。そういった面でもう、需要より供給が上回っていきすぎると、待遇が悪くなるから、球団に残るのがもう最上位みたいなね、認識はね、あの、マジやめた方がいいと思うよ。 だからそんなこと言ってるから帰れないんやとかね。そチームに残れないなんて何かあるやろ、うんそういう。そういうのじゃないのよ。残るのが正義じゃないのよ。残らないこともね、それは何がいいかね、ねどっちにもメリット、デメリットあるよ。でもね、残らない方がいいパターンもね、あるのよ。今回ね、海田選手、だからまあ、ね、あの、裏方さんって言うけども、まあ、バッティングピッチャーね、これはチームにもよるんだけども、まあちょっとここから裏方さんの話になるけどもね。 ジャイアンツとかもそうだと思うんだけど、バッティングピッチャーだけの人もいるの。でも、ロッテとかだと、バッティングピッチャーやりながら、スコアラーとか、ブルペンキャッチャーやりながら、用具係だったりとか、バッティングピッチャーやりながら、候補だったりとか、何かね、掛け持ちしてたりするんだよね。で、もちろんね、あの、ジャイアンツとかはバッティングピッチャーだけっていうところもあるしね。これはね、チームによって、いろいろ異なるけども、掛け持ちしたからって、給料が、 上がるわけじゃないっていうね。えー、ところもあるし、しかも個人事業主契約になるからね。1年ごとの選手と一緒1年ごとの契約更改になっていくのよ。だからね。あのまあコーチの人もそうだし。まあ、俺の先輩もそうだし、知ってる人もいるけども。本当ね。あの11月になったらね。眠れない夜を過ごすらしいよえー。それなぜかっていうとね。あの1年契約だからね。契約社員とか派遣社員とね。一緒なんだよ。 状況的にはね。だから、来年も契約更新してくれるかどうかが不安で眠れない夜を過ごす。それはもちろんそうだよね。いきなりね、入る人がいたら辞める人いるからね。必ずね。無限に入っていけないからね。スタッフいる人たちも、あの、人数ね、キャパあるからね。無限じゃないから、入る人がいるってことは、選手と一緒で、浦川さんも辞める人いるからね。で、いきなり言われるんだよ。来期の契約結べませんって言うん、ね、で、選手と一緒なんだよ。浦川さんも戦略外通告されちゃうんだよ。 で、だからもう11月になったら本当ね、えー、眠れないぐらい。しかもだから将来設計もしづらいんだよ。どうなったら契約更新できるのか、どうやったら切られるのかって、全くわかんないのよ。その中でやっていかなきゃいけないっていうことは、かなりの不安定な仕事なのよ。裏方さんっていうのは。用具係とかだったら、ほぼ休みないよ。月曜日試合な,なくても、もし日曜日が地方だった場合、月曜日ホーム球場に荷物が帰ってくるから、荷物のつ、 に下ろしに球場行かなななきゃいけないわけけわんだ,よ、ね、だからほぼほぼ休みとか用具係の人とかないからねそれでちょっとメンタルとか精神的にあの不安定になって病気になった人たちも俺知ってるからね。 しかもバッティングピッチャーとか投げれなくなったら組だからね。だからバッティングピッチャーとスコアラーとかやってると投げれなくてもスコアラーの仕事できるから保険が効く。大変だけど2つやってる方が保険が効くっていうね、ところもあるんだよ。で、ブルペンキャッチャーとかでもブルペンでキャッチャーで受けてるだけでいいかっていうとそうじゃないんだよね。あの、キャンプとか見に行った人分かると思うんだけども、特打とかになったらブルペンキャッチャーの人がピッチャーもやったりするしね。多分日本ハムとかだったらピッチャーの人がバッティングキャッチャーしたりも。 するしね。いろんなことを掛け持ちしながらやって、で、投げれなくなったら、クビになるのよ。こんな不安定な仕事ないからね。トレーナーの先生とかもそうだからね。ピッチャーがね、あのー、試合まで休日練習とかしたら、トレーナーの先生とかも毎日、その、休み、チームを休みでも行かなきゃいけないからね、球場に。そうなってくると、1週間に4回休みやっても、 半分は休みじゃないからね。だから1ヶ月、2日しか休みなかったりするんだよで。しかもそこね、移動日とかになったら、1ヶ月、家で24時間休みが0日も普通にあるからね。浦川さんも。それ、ほぼ1年間続くんだよ。キャンプとか、朝から晩までだからね。あの、浦川さんも。トレーナーの先生なんてもう朝6時とか7時から稼働して、球場行く前に真っとかして。で、終わったら夜中、てっぺん回るからね。 あの、マッサージも選手がどん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 来たらね。それぐらい、選手よりもね、裏方さんの方が何気に長い時間用さなきゃいけないわけ。それをね、選手も知ってるわけ。だから献身的にとかって言ってたじゃん。もうサービス残業どころじゃないからね。その中でいつ首切られるかわかんなくて。 じゃ、700万って言った時に、これ俺税理士の先生に聞いたのよ。ちゃんとリサーチして。えー、年俸700万の方で、えー、税金がね、所得税、住民税、健康保険なんかついて、まあ、年間100万から130万ほど税金がかかるらしいのよ。そうすると、手取りが550万から600万。だから月々にすると、あの、45万から50万ぐらい。手取りがね。で、ポーダスとか、ないからね。で、こっから、まあ皆さんも一緒だけどもね、国民年金とか。 払ったりとかね、ボロボロ払って、しかもね、最終年、もし来年から契約しませんって言われたら、この年の給料で来年の税金払わなきゃいけないから、手取り、じゃあ550万で来年のこの100から130万だ、だ130万ぐらい払わなきゃいけなかったら、 最終年、下手したら420万だからね。そしたら月30何万だね、手取りが。国民年金1回だってだし、退職金もあるわけじゃないし。で、さっき言ったように、あの、就業時間めちゃくちゃ長いし、子供の入学式、卒業式、授業参観、えー、運動会、すべての行事には行けません。夏休み、どこにも連れて行きません、子供。子供を連れて行くのは、今の冬休みのみ。 春休みなんて、もう開幕前だから、どこにも連れて行けません。ゴールデンウィーク、どこも行けません。子供が行くのは、お父さんがスタッフとしてついてる、試合、プロの試合を見に行くだけです。でもお父さん試合出てません。練習前に行った時に練習してるところを見れるだけです。何気に厳しいのよ。で、その中で、いつクビになるかわかんないってなったら、まあもちろん、ね、メリットデメリットあるからね、それ一概に言えないけど、それが全てとはね、俺は思えないし、その時にね、あの、選手がね、 いもう続けないっていうね、NPB、選手だったらいいけども、バッティングピッチャーとしては続けないっていうね、この判断はね、俺はね、逆に素晴らしいと思う。そういった意味でね、なんかあの、噂に聞くと、なんかキャンプがね、あの、好きだから映像も撮ってたけどね、なんかそのキャンプのショップとかね、やるとか、いろいろやりたいこととかもね、あるだろうし、なんか、 奥様もね、結構優秀な方だと聞いたんでね、そういった意味では夫婦でまたね、知恵を出し合ってね、いろんなことをね、進めていくって言ってもね、俺は人生面白いと思うし、子供にね、野球を教えてる風景も出てたけどね、そんなのお前、チームに入ったらね、子供と野球してる時間なんてほぼほぼないからね。子供が休みの時は、朝から晩までデーゲームだから行かなきゃいけないしね。ナイターだとね、午前中だけとかなるけども、それもきついよ、体力的にね。そういった意味でね、 手取りが、ま、あ40、だからま、あ7万ぐらい、月でそれでもいいと思うけどね。でも、最終年は、そっからまた税金も払わなきゃいけないから、苦しくなるし、来年契約してくれるかどうかわかんないことが、毎年11月に起こ、訪れる。で、聞いて皆さん、どうですかそれでもやって、ゼでもやってみたいと思うのか他の仕事があるんだったら、そっちの方がいいよ、と思うのかそれはね。 あの、おのの人の判断だからね、ね何でもメリットデメリットもあるしね、す、え、べ、ー、てがそれがね、なんかもう最優先で最上位契約やみたいなね、感じになると、やっぱちょっと話がね、えー、違うんじゃないのかなってサズザキ的には思うので、今回の件についてもね、サザキが個人的に思ったことをね、今回動画にしてみましたけどもですね、本当に裏方さんも大変なのよ。投げれなくなった時点で終わりなのよ。ブルペンキャッチャーの人とか目がすごい主だからね、取れなくなったら終わりよ。そういった意味でもね、あのー、かなり、 難しい仕事の一つでもある裏川さんの中で、ね、需要より供給の方が上回ってるから、若干ね、ブラック並みの労働の中でね、これも全部じゃない、全部じゃないよ。全部じゃない。最後に言っと全部じゃない。ね。あの、すべての球団がそういうわけじゃないしね。俺が見た限りはそうだったけども、今改善されてるかもわかんないからね。あの、言い切れないところはあるけども、そういう風なことを俺は見てきて経験したっていう昔の話です。はい、今はどうかわかんないけどね。 でもそれぐらいね、あの非常に難しく、ね、しかもね、何回言ったら首になるからね、派遣社員とか契約社員と一緒だからね、えー、そういう待遇になった人はね、皆さんちょっとはね、気持ちわかるんじゃないのかなっていうところでね、今回、えー、このニュースがちょっとね、バズってたので、ピックアップニュースという形でね、佐々木がお送りしました。ということで、夜と将、もう合わないかもわかりませんけど、また年内に会うかもしれません。ね、えー、ここからいろいろコラボ動画とかね、出てくるかもわかんないんで、皆さんぜひ、 お楽しみに。